コネクティングピープル、人をつなぐ、それが私たち東方ビーズです。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーでございます。ビーズやってますか？いやー、でも最近なんかビーズアートショーね、本当皆さんご来場いただいた方、ライブ見ていただいた方、ありがとうございました。いやー、あのあたりね、本当トビー結構忙しくてですね、大阪の展示会ソカロという展示会に、初めて出展させてもらいました。これ皆様にね、あまり告知させていただいてないのは、企業向けの展示会なんですね。皆さんもね、アクセサリーのブランドとかやってる方、これからやろうという方もね、参考にしていただきたいと思うんですけども、展示会と呼ばれるものは、まあこういったビーズアートショーみたいに、まあ、ビーズを本当こよなく愛していただいてる方、まあそうなのかな、まあそうじゃない方怒られてるかもしれませんけど、まあ、そういうこう B2C という一般のお客さん向けの展示会と、あと B2B と言われる、例えばこうセレクトショップさんとか百貨店さんとか、なんか新しいものの買い付けに来られる、そういった展示会があるんですね。それがビーズアートショーの、前の日までありましたので、そちらの方に、参加をしてきました。でそしてその後そのまま大阪から、横浜の方に移動して、横浜の方からビーズアートショーに参加させてもらいました。ということで本日のラジオも行ってみたいと思います。 DJ トビーのビーズラジオ。非常にね、ビーズアートショー盛り上がってましたね。まあ、特にこう初日なんかはちょっとね、クーラーが壊れて、なんか会場めちゃめちゃ暑かったんですけど、なんか逆にそれがなんかビーズの熱気になったのかなというぐらい、非常にこう暑い一日だったのかなと思います。そしてね、最終日もね、なんか2日目かな、これがなんか雨になりそうとか、なんかいろいろ出てちょっと少なかったんですけど、3日目はまた大勢の方にね来ていただきました。我々なんかはですね、今回はトワパイエットという、シャンタール細川さんという方から、譲り受けたスパンコール、フランスのヴィンテージのスパンコール、これね、なんか古いものなんかは100年以上前のものなんじゃないかと、いうふうにおっしゃっていました。もうシャンタールさん自体が、何年って言ったかな、もうとにかく6、70年前ぐらいにその、パートナーの方からね受け取ったものだとおっしゃっておられましたので、確実に50年以上前のもの、まあ50年以上の前のもの、60年以上前の、まあそうだな、60年以上前のものは確定だと、いうことをおっしゃっておられました。まあそういった古い価値のある商品も、東方ビーズ、この東方ビーズマテリアルズというブランドは本当にこれトビーが思ったものをセレクトさせていただいて運営してますので、なんか自由度の高い、ブランドに、成長していきたいと思っております。まあ、この商品ね、非常にこう好評だったことと、あとね、ほんとトビーめっちゃドキドキしてたんですけど、三角トレーが、結構人気があったと、いうことで聞いていたので安心しました。このね、三角トレーは、どっから話そうかな。そう、文化服装学院さんの大工原先生という先生が、昔からちょっとこう知り合いでですね、でビーズアートショーの方にもお越しいただいたりしていて、で大工原先生という先生は、まあ真鍮とかいろんなものの、なんだろうな、彫金とかそういうのがお得意な先生で、そういうものを文化服装学院さんで教えておられるんですけど、まあその関係で、ほんとたまたまビーズアートショーにも出られてるシーナファクトリーさん、正確にはシーナ製作所さんっておっしゃったかな、こちらの社長ともすごく仲良しで、こちらと我々をなんかつながったらすごく面白いんじゃないかということで、大工原先生がずっとおっしゃっておられて、いつか紹介したいってずっとおっしゃっていただいていて、
トビーもそういう工場を見たりとか、なんかその東京の下町の町ものづくりか、こういったものにもすごい興味があったので、お邪魔させてもらった時にスーッとこれ三角トレー作りたいって思ったんですね。でそれで、まあ、早速そこの椎名社長にね、こんな真鍮の三角トレーって作れないんですかみたいなお話をしたところ、作れるんじゃないって、ちょっとこうサイズ大きかったり、なんだろう、こう角を曲げたりするのかちょっとどうなるか分かんないけども、まあ、やったらできないことないと思うよと言っていただいたので、早速そっから作ることに入っていきました。この間ねビーズアートショーの方でもライブ配信をやったんですけど、そうそう思い出した、そのライブ配信がね、なんか途中でね、なんかトラブルがあったのか、ライブ配信が途中で切れちゃって、アーカイブも残せなかったんすよ。でね、なんかライブ配信、なんか今年トビーさんライブ配信なんか途中で止まったりとかしてましたよみたいなお話もされてたんですけど、なんかあれなんだろう、雨とかなんかそういうのの影響なのかな、ちょっとよく未だに分かりません。それともトビーの携帯がなんか老いぼれになってきたのかな、ちょっとそのあたりはねこれからもちょっと検証していきたいと思います。トビーもねなんかいろんな場所でライブ配信今後もしていきたいと思ってますので、なんかお詳しい方いらっしゃったらね教えていただけたらと思います。まあまあそんなことで、椎名製作所さんとの椎名社長と、まあ、二人三脚っていうのかな、違うだ、もうほとんど椎名社長が作ってくれたんだもんな。まあそうやってこう作り始めてですね、なんか型を作って、型がバキってなんか途中で壊れたりとかなんかいろんなトラブルがありながら、出来上がってきた三角トレーをですね、まあ最初はですね本当にあの三角トレー実は2種類あってですね、まあ本当金ピカななんていうのかな、真鍮の三角トレーと、トビーがちょっとお願いしてこういうのできませんかって言ってお願いしたアンティーク加工がされた三角トレー、この2種類を発売をさせていただきました。なんかちょっと嬉しいことで、トビーは結構そのなんていうのかな、アンティークなものが本当に好きで、以前もねお話したと思いますけど、フィルムカメラとかなんか昔のなんかデザインとか昔のものっていうのがすごい好きなので、なんかどうだろう、真鍮の三角トレー自体はこの金ピカのやつもね、なんか手のなんだろう、いろんな不純物とか、そういったものから、まあ、徐々に酸化をしていって、まあ、黒ずんでいったりするということも聞いていたんですけども、なんかもう最初からアンティークなものもあっていいんじゃないかということで椎名社長にお話したところ、それも、ま、できるよ、みたいなことを言っていただいたので、作りました。なんかね、嬉しいこと。トビーは、なんだろう、そういう、ちょっとそう、なんていうのかな、時代の変化で、こう、なんていうのかな、例えばジーパンも、ちょっとこう、ね、色落ちしていく、その歴史みたいなのとかね、なんかそういったものも好きなので、まあ、それがもう最初からできているみたいなものも面白いかと思って作ったんですけど、なんとそっちはねもう追加もお願いしたけど、なんかもう全部売れちゃったみたいな話も聞いております。まあね、もしかしたらお取り扱いを開始していただいた店舗さんもあるので、まあそういうところでもしかしたら販売されているのかもしれないなとも思ってるんですけども、まあそういうあたりで見ていただいて、もしあれば今プレミアな状態になっておりますので、ぜひご購入いただけたらと思います。そんなこんなでね、もう三角トレー、なんかSNS じゃないな、なんかビーズを楽しむ会っていう、LINE のコミュニティもやってるんですけど、その中ではなんか限定販売なんじゃないかということもおっしゃっておられましたけども、なんかある程度なくなってきたらもちろんまた追加生産しますので、皆さんご安心いただけたらと思います。ちょっとねでも時間かかったりするので、ちょっとお待たせする可能性もございますので、でもこれってあれだな、もう限定販売だって言った方が皆さん買ってくれんのかないやでもここは嘘ついてはいけません、今のところは追加で作る予定もしておりますので、ご安心いただけたらと思います。おそらくのこう今ミンネとかなんかそんなところでも販売してるんじゃないのかな、
うん、でもなんかかなり売れちゃってるって聞いてますので、ぜひ皆さん要チェックでよろしくお願いしたいと思います。まあビーズアートショー本当に我々としても、なんとなく今までの中でもなんか売り上げという面で見てもなんか非常に良かったという話を大塚支店長からも聞いております。ということでね、なんかビーズ熱もね、なんかこれからどんどん、上がってくるのかなと皆様方のとは思っているんですけども、あとはこうなんだろう、日本の経済的になんかもうコロアフターコロナでもう今頃アフターコロナって言ってる時期でもないのかな、なんかこう平常運転に戻ってきているのかなとも思います。ぜひぜひ皆さん今後ともよろしくお願いしたいと思います。あとねトビーね本当に思ってることあって、このビーズアートショーってこっちの今回のこれ春っていうのかな、5月に開催されているビーズアートショーの方がお客さんが多いよねみたいな話、これねみんなこうされてるんですけど、もう一個のこれ秋か次10月かなんかにやるやつ、こっちの方が少ないみたいな話をいつもね会ってる方全員がこうされてるんですよね。これねなんかそれをみんなで話せば話すほどなんかこの春に人が多くて秋が少なくなる、なんかそんな気がするよことがあるんですけども、皆さんこれビーズ業界発展のためになんか秋も最近多いよねみたいな会話をみんなでしていきませんか。トビーはね本当ねビーズメーカーとしてこのビーズ業界全体を盛り上げていきたいんですね。で本当にこれ何の嘘偽りなく秋も内容はとっても面白いです。でこの春もなんていうのかな、今回新しく出られた方がねたくさんいらっしゃったように思いました。ライブでお話しててもあれこの方って見たことないな、まあトビーも最近ライブとかでね、お手伝いもさせていただくようになったので以前出られてた方が戻ってきたのか、もしくはもともと出られてなかった方が出られたのか、あもちろんこの最近ねラジオでね、出てもらった方も完全初出店って方もいらっしゃったので、まあ両方いらっしゃるのかなと思いますけども、このこれから皆さんお願いします、秋も結構最近いい感じよみたいななんかみんなそれでそのなんか秋人少ないのよねっていう会話であればあるほどじゃあ行かなくていいかみたいなのがなんかすごい助長されているような気がして、皆さんなんか逆張りの会話をしていけば秋も人が集まるんじゃないかなと思っています。もちろんなんていうのかな、こういう展示会って人が集まるから出展するし、出展者がさんがたくさんいるから人も来るみたいなとこあると思うんですね。まあ鶏が先か卵が先かみたいなとこあるんですけども、出展者さんにおかれましても、来場者さんにおかれましても皆さんで最近秋もう盛り上がり始めてるよねみたいな会話どんどんしていくか、あとはこの間の春すごいなんか楽しかったからこの秋もきっと楽しいはずよみたいな、なんかプラスの会話ね皆さんしていきましょう特にこれ絶対思うんですけど、ビーズ好きな方もなんかこうビーズのいい話をしていけばとどんどん盛り上がっていくので、多分ビーズメーカーも新しいやつをどんどん投入していきやすいで出展者さんも新しいビーズ使って新しいものが、生み出しやすくなる、そうするといろんなとこで発表したくなる、なんかビーズ好きな人はもう特にビーズやってない人にもなんかねビーズね最近すごくいいのよってなんかビーズメーカーのなんかものがこんな言い方してていいのか分かりませんけどね、ビーズ業界みんなで盛り上げていきましょうまあそんなこんなでね、このビーズラジオもね本当にもうそろそろ4年もう4年になるのかな、なんか本当に長く続けさせていただきまして、最近たまにちょっと長時間サボってたりすることもございます。それはねちょっと皆さんお許しください。本当に最近ライブ配信のお仕事いただいたり、あとはこうホビーショーというショーのね、今こう SNS の担当させていただいたり、なんかちょっとこういった、東方ビーズの、営業とか企画の業務以外の仕事もちょっと最近増えてきてまして、まあラジオ待ってるわよ
って言ってる方、言っていただいてる方がどれぐらいいらっしゃるかわからないんですけども、皆さんと共に、これからも楽しんでいきたいと思います。そうそう、ラジオもね、嬉しいことに最近、昔はね結構30分とかやっておられたのに最近15分くらいになっちゃったよねみたいな話もいただいて、ちょっとね嬉しく思っております。ということで、今後ともラジオを続けていきたいと思います。ちょうどねまだ15分になりましたので、このぐらいにさせていただきます。15分にしてる理由はね、実はインスタグラムとかのと、あと TikTok か、この辺りが今15分までになってるので、なんか途中で切れちゃったじゃないかみたいな感じに起きないように15分ぐらいにしています。ということで皆さん、ビーズアート賞終わりましたけども、今後また EC とかね、いろんなところで面白いイベントやっていきたいと思っております。 EC もね、今ね楽天スーパーセールってとこで、この間、ビーズなんだっけな、天然石部門だっけな、ということでデイリーランキング4位に入ったんですね。これなんで4位に入れたかっていうと、東宝って基本的に、EC サイトって本当にあんまり力入れてなくて、まあそれはいろんなこう取引先さん、ショップさんとかにたくさんビーズ扱っていただいてますので、まあそういった流れであんまりやってなかったんですけど、今やっぱりね、少しこう、なんていうんですかね、お店も全体的に、なんだろう、小売りのお店が増えて、我々のこう商品の、まあ本当に何パーセントかしか置いていただいて、いなくなったんですね。やっぱビーズファンの方たちは、まあいろんなところでネットショップとかで、ちょっとマニアックなビーズを買っていかれることになると思ったので、ちょっと、ビーズショップを知ってもらおうということで、最近ちょっと楽天とか、そういったところに力を入れさせていただいてます。ぜひ楽天のショップ、例えばスーパーセールとかにもね参加してたと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。ということで、今後ともビーズラジオぜひよろしくお願いしたいと思います。それではさよなら。ビーズラジオ、チャンネル登録お願いします。